アドマイアデウスは日本で生産され、日本とオーストラリアで調教された競争馬である。主な勝倉は2015年の日経賞、日経新春杯。デビューは11月3日の京都競馬場の芝は1800メートルの2歳新馬で和田隆治を安城にデビュー。後方からの競馬になり最後は追い上げるも3着に敗れる。2戦目の2歳未勝利は2着で。 暮れの12月15日の阪神競馬場の未勝利戦で初勝利。初戦のバイカ賞は3着に敗れるも、アスナロ賞を勝利し、3月22日の若葉ステークスも聖地サツキ賞への優先出走権を獲得した。4月20日のサツキ賞は9着、6月1日の日本、ダービーは7着に終わる。レース後に左前頭骨の骨折が判明し、休養に入った。 日経新春杯表彰式1月18日の日経新春杯は中段追走から最後の直線で最内から鋭く足を伸ばして先頭に立つと追い込んだフーラブライドに3 4馬審査をつけて解消、重傷初制覇を飾った。続く日経賞では直線外から差し切って重傷に連勝となる。5月3日の天皇賞。 春は3番人気に押されたが15着と惨敗。秋に入り、天皇賞、秋11着、ジャパンカップ16着と参戦続けての2桁着順に敗れる。暮れの有馬記念ではゴールドアクターの7着となりこの年を終える。2016年以降は、GII 戦では構想はするものの勝ち星に恵まれず、 2017年8月10日付で JRA 競争場登録を抹消。オーストラリアに移籍したが、同年10月17日の調教中に故障。治療中の11月25日に死亡が発表された。ありがとうございます。